ファイナルファンタジー10で最初に思い浮かぶところは、これ僕も制作の時そこのパートを担当してるんですけど、やっぱブリッツボールが一番最初に思い浮かびますね。はい、FF10 で何が頭に浮かぶかっていうと、実はこう FF10 っていうのは私にとってRPG のメインプログラマーとして初めて の経験でした。ですのでもうがむしゃらに作ったっていうのが一番こう最初に頭に浮かびます。はい、ファイナルファンタジー10はそれまでのファイナルファンタジーは、例えば中世のファイナルファンタジー、中世世界をベースにしたファイナルファンタジーや、例えばセブンに代表されるこうサイバーパンクとか、SF の世界みたいな、要は西洋をベースにやっぱりこうなんていうか、それをどうやってこうファンタジー風に見せるかみたいな発想で作られてたんですけれども、ファイナルファンタジー10に関して言うと、こうよりこう僕らのカルチャーに近いマジアンなテイストっていうのを世界観に押し出したところとか、もしくはそのキャラクターの衣装もその和風の衣装だったりとかっていうのが多く作られているのが、すごく独特の世界を作り出しているのかなと思います。 FF10 は最初に、これもやっぱオープニングのところとかにやっぱりこう思い入れがあるというか、最初に作って最初のショットのところが決まった時に自分らで鳥肌が立つかどうかっていうところで割とその出来を図ってるようなところがあって、でオープニング周りのところでもやっぱりそこは感触があったので、これはいけるって思ってはいたんですけれど、FF10 からボイスが追加されるようになったので、そこでやっぱよりキャラクターがいろんな面が描ける、表現できる、そこがやっぱり一番最初に自分らでも驚きというか新鮮さというか、そういったのを感じたので、そこもそのティーダが立ってザナルカンドの街を見ているところ、そこのあたりとかやっぱりこう色彩設計してみたりだとか、そこもイメージボードを変えたりとかしながら、きっとこれも多分いい場面になるなっていうのがもう作りながら分かってたので、それがやっぱり実際に画面に出て動いたところの、やっぱそこはすごく自分でもすごく印象に残ってます。ファイナルファンタジー10で一番好きなシーンは、やっぱりオープニングに出てくるこうザナルカンド遺跡で、ユーナたちが旅を終えそうな時の光景が、それがオープニングのシーンになって、実際にそこにたどり着くまでの物語がその後展開されていくんですけれども、初めて見た時とその本当にそのシーンにたどり着いた時のこう気持ちの違いっていうのがすごく印象的なシーンになっていると思います。 Listen to my story. This may be our last chance. そのオープニングシーケンスを作ること自体がユーザーにどういう体験をしてもらおうか今回はっていうところを、意識どこまで当時ちょっとしてたかはうろ覚えではあるんですけれど、そこのユーザーに対しての今回のアピールポイントっていうのが、やっぱり一番紹介しやすいところですし、例えばその結構ファイナルファンタジーシリーズで結構伝統的にそこはあった、そういうトラディショナルな部分だったので、そこは毎回意識はして例えばセブンでしたら、新しいそういったそのリアリティっていうのはピクセルアートからこっちに変わりました、8だったらラブストーリーですっていうことを打ち出していく、で10だったら声もついて、そういったさらにリッチな、よりリッチなドラマが描けるっていう、その毎回その挑戦を一個一個そこに入れ込んでるんですよね。その挑戦を入れ込みながら、それがユーザーの記憶に残ってもらえる、もしくはこのゲームを遊ぶ原動力になって、モチベーションになってもらえる、そういったことをやるために、やっぱり結構みんな最初やりすぎるぐらいがちょうどいいぐらいのつもりで、みんな作業をそこをやり出すんですよ。ですのでユーザーさんに対して何をその僕らは最初に提供するのかっていうところに対して、一番プロジェクトの最初に頑張るところ、そこが本当にきつくもあり、出た時にやっぱり鳥肌立ったら、よし今回もいけるってなったりだとか、そういうのを自分らのバロメーターにしてるところがあったりとか、そういう意味ではやっぱオープニングは僕はそういうふうに取り扱ってました。
ファイナルファンタジー10のキャラクターボイスの件なんですけども、そうですね、当時は私たちもそのボイス入りのゲーム作るって初めてだったので非常にこうどうしていいか、まあ、当初は分からなかったんですけども、なんですかね、あの困った点っていうのは実はそのボイスの入ってない、まあ、7までの8までのこうテキストだけのファイナルファンタジーの時には本当に最後の最後までマスターアップの最後の最後までこうテキストを変えることができたんですよね。あのゲームの都合に合わせてこう分かりづらいところがあったらもうちょっとヒントメッセージを入れようとかっていうと本当に最後の最後までいじることができたんですけど、キャラクターボイスが入るともうボイスのこうなんだろうアクターさんのスケジュールを抑えて、まあそのこうあのスタジオで収録してってい う, こうそういうなんだろうなあの手間を考えると実は非常にこう初期の頃にセリフをフィックスしなきゃいけなくて、それが非常にそのそれまでのゲーム制作の感覚と違って、もう最初の方で全部固めとかなきゃいけないっていうのは非常に苦労した思いがありますね。僕がそのファイナルファンタジーをアートディレクションするときってあの意識してたことが、その例えばトーン&マナーとかそういったものを厳密に決めることをやらないスタイルで、コンセプトのベクトル軸はここであるっていうところを作った時にいろんな人たちでやっぱりみんな作るので、その幅がどこまでが許容できるものなのかっていうこの幅をディレクションするスタイルにしてたんですよ。だから例えば 丸が必要になった時にこの丸が丸であればいい、もしくは柔らかい丸であの形が多少崩れても丸とユーザーが分かればいい、そこには各アーティストとか あの感性が入ればいいっていう、そういった形のスタイルでディレクションをしてたので、まあ、毎回それでその世界の広がりをそれで結果的に埋めると思ってたので、まあ、各地域が違ってくるところはそのタレントたちの個性でそれぞれ出てくる、ただベースはここですっていうところはあるので、統一感とそのバリエーションそのがいろいろ同時に描けるようになってるっていう、そういうあのアプローチをしてました。まあ、特に手に関して言うとあの、まあ、最後一緒に自分もあの15でアートディレクションやってた上國料っていう天才が入ってきたんで、やっぱ彼のその絵のトーンっていうのはやっぱ天にはすごく強い影響を与えてましたし、個性の立った街あの建築物だとかそういった色気を彼は与えてくれたので、あのよりその世界が豊かになる感じはあの点では印象は持ってました。まあ、当時ファイナルファンタジー10を作る時 あの大きいテーマっていうのがその、まあ、ユーナと一緒にこう旅をする物語っていうのをあのコンセプトにしていまして、で、まあ、それはその例えばその等身大のキャラクター、まあ、3D のキャラクターと同じぐらいのスケールのサイズ あの世界が初めて描けるようになったっていうことで、まあ、そこをこうなんていうのかな、こうゆっくりしたペースであの旅をしていくということを、で旅の中でユーナとあのよりこう親密になっていくことがあのストーリー あの進行に沿っていくような形 あのテーマになっています。ファイナルファンタジー10を作るときにあのどこが一番こう難しかったというかチャレンジだったかって言いますと、あのまあ、シングルスバトルではなくて、セパレートバトルっていう風なあの作りではあったのですけど、実は内部的にはあのシングルスバトル あの考え方を取り入れているところがありまして、あのそこをこうあのシングルスバトルってこう一つのシステムを作るのではなくて、あのフィール私はフィールドを担当したんですけど、フィールドの世界とバトルの世界というのをこう融合する必要がありました。でその融合をどうするかっていうところがなかなかあの苦労をあのしまして、あのそこをやはりこう融合できた時というのはあの非常にこう、あうまくいったねって言ってプログラマーでこう非常に喜びましたし、その、 あの融合したバトルで、繰り広がれるこうフィールドとバトルのこうきれいにつながっているあの世界っていうところがあの非常にこうあのチャレンジでもあったし、あの良い思い出というふうに思っています。バトル中にこうキャラクターが変更できるってことで、どのようにこうバトルがもしかゲームバランスが変わったかと言ったんですけど、ファイナルファンタジー10のバトルの、ゲームデザイナーは実はその、それ以前にはフロントミッションシミュレーションゲームのフロントミッションを担当していた土田さんが
バトルディレクターだったんですね、テンが。なのでそれまでこうシミュレーションゲームを作った人なんで、よりこうなんだろうな、RPG よりもよりこう戦略性の高いっていうかな、いうシミュレーションのようなシステムを作る人が作るのが得意な人だったので、そういう意味ではキャラクターの入れ替えだったり、もしくはCTB っていうシステムがこうファイナルファンタジー10には導入されてるんですけど、よりこうなんだろうな、アクション的なよりものよりもよりこう論理的に組み立てて戦術を組み立てていくっていうのが非常に得意なデザイナーだったので、まあ、そういう意味で、より戦術的な側面が強いバトルに、なっていると思います。まあ、ファイナルファンタジー10、それからファイナルファンタジー10-2、それぞれやっぱり、まあ、ストーリーもいいんですけれども、バトルシステムもそれぞれの作品独自のものを作ってまして、ファイナルファンタジー10はファイナルファンタジーシリーズでは珍しいこうカウントダウンバトルというコマンドを、まあ、敵の行動する順番もしくは自分の行動する順番みたいなのがこう順番が決まっていて、その順番をちゃんと考えることによって、より戦略性の高いシステムを作ってます。で、一方その10-2はファイナルファンタジーのシリーズの ATB というバトルに、そのユーナたちのこうコスチュームチェンジみたいな女の子ならでは の, 特殊能力、それはその日本のジャパニーズカルチャーでいうとそのなんか魔女っ子アニメみたいなのが昔からあるんですけれども、まあ、そこから影響を受けた新しいテイストのバトルになるが入っていますので、まあ、なのでストーリーだけじゃなくてバトルも楽しみますというのを伝えたいです。そうですね、ファイナルファンタジー10で一番好きなキャラクターは実はキマリです。まあ、どうしてかっていうと、まあ、ちょっとこう彼のこう、まあ、最初のこう登場シーンもこう非常にインパクトがありますし、なんていうか、まあ、話が進んでいくと少し変わってくるところもあるんですけれども、寡黙なところがなんかちょっと、まあ、こう共感を持ってまして、そういう意味では私はキマリが好きです。ファイナルファンタジー10で一番好きなキャラクターなんですが、まあ、やっぱり主人公のティーダが一番好きですね。でティーダは最初の、シナリオの初期の設定では実はそのブリッツボールのセンスじゃなくて、水中のそのなんだろうな、水中の機械施設のメカをこうなんだろう、メカを修理メンテナンスする仕事でこう日々なんだろう生活費を稼いでるっていうような感じの設定で、実は制作が始まったんですけども、まあ私の方でよりこうなんだろうな、もっとこうスポーツのスタープレイヤー選手にして、まあ今までの FF なかったようなやっぱり職業のキャラクターにしたかったので、まあそういう意味ではこうスポーツ選手スター選手っていう部分の設定に変えたので、非常にそこで思い入れが深いキャラクターになっています。 FF10 でやっぱこう自分で思い入れのあるキャラクターは、まあ、こう今度はティーダーですね。やっぱまあ、これってそのまたこの性格がキャラクターとしてっていうところっていうよりは、やっぱもう思い入れというか、その仕事を作って彼を生み出そうとしてた時とかのその思い入れの部分で、実際自分でそのポリゴンのそのテクスチャーを描いてみたりだとか、そういったこともしてたりとか、じゃあ金髪ってどういうふうな感じに描けばいいんだろうと思って、自分ちょっと金髪に染めてみたりとか、あれピアスあれどんな感じなんだろうなとか、やっぱその好きな人の気持ちとか、そういったアイテムだとか、そういったファッションとか、好きな人の気持ちが自分でちゃんと理解できてなかったりとか、どういうふうに染めていくのかって工程も知らなかったりとかしたんで、自分で金髪にしてみたりピアス上げてみたりだとか、そういったちょっとアクセサリーとかにもちょっと凝ってみてるっていうんだったら、じゃあそういったデザインが上がってきてたんで、そこら辺をちょっといくつか自分でも探しに行ってみて、似たようなものだとか、こういった人たちの好きな人たちはどういう人たちなのかとか、そういったことを自分でも試してみたりとかして、そのちょっと実際の画面に出るティーダのところに対してアプローチはしていたので、そういう意味で結構思い入れはあるというか、今でもそのどのくらいこの髪の毛がそのよくサーファーとかにあるような海でなんて言うんですかね、なんて言うんだろう、海でこう髪の毛がちょっとやつれたというか、錆びれたみたいな、錆びたような感じになるような、ああいった表現とかどういうふうになるのかっていうのをすごくこう試してみたりとか、まあ、日本語でいうティーダーのキャラクターが、まあ、英語でどう発音するかっていう質問をよく受けるんですけど、実は公式では
あの全部あの、まあ、もちろんオリジナルではその名前入力はユーザーさんが名前入力するので、あの彼を呼ぶシーンではないんですね。だからあの君とかそういう形で呼んでるので名前を呼ぶシーンがなくて、で、まあ、その後いろんな作品、あのファイナルファンタジー関連作品の中でゲストキャラでもティーダー出てきたりするんですけど、やっぱり彼の名前をこうボイス入りで呼ぶシーンっていうのは一個もないので、実はオフィシャルの答えっていうのはないんですよね。なのであのかつてなんか このようなインタビューの時に、そのキャラクターを答える時に、まあ、言ったことがあるらしくて、まあ、その時にはティーダスと言っていたらしいので、まあ、ファンの方もそちらの呼び名が多分馴染みがあるようなことを聞いているので、まあ、そちらでいいんじゃないかなと思いますけど、ただオフィシャルの答えは未だにありません。FF10 の時ってその、まあ、これはちょっと自分のこそっとしたやつ、前にもちょっとどっかで喋ったことあるかもしれないですけど、まあ、アジアンテイストをちょっと強く出したファンタジーを作ってみようっていうのが、まあ、当時のチームの、まあ、そのコンセプトのうちの一つだったんですけど、それはビジュアル面とかで、その時にあの、まあ、いくつかカラフルなものとかはいっぱいこう集めるようにはなったんですよね。である時その FF10 の飛空艇のフィニッシュワークをしようとした時に、ちょっとどうにもいい色が思いつかないっていうのがあった時に、あのいろんなアジア その雑貨とか扱っているお店とかなんかに行っていろんなものを探してみたりとか、この色のグラデーションどうだとかいろいろ探してみたんですけど、どうにもしっくりくるのがなくて、で自分あの NBA が好きなんで、でその時はちょうどコービー・ブライアントが出ててレイカーズが強かった時代で見てて、その時 あのパープル&ゴールド見てて、あこの色使えるなと思って、それをモチーフにしてあのアレンジしてあの飛空艇のカラーリングに使ったのを覚えてます、はい、あのまあ、ファイナルファンタジー10はあのユーナと召喚獣 あの物語を描いてるっていう側面もあるんだけど、まあ、ユーナ あの召喚獣がバルファーレっていうあの、まあ、竜の形をした召喚獣なんだけど、まあ、彼女が呼ぶとこう彼女が頭を撫でてあげるとちょっと嬉しそうな顔をしたりとか、すごくあの召喚獣なんだけど可愛くあの仕草が作られているのがまあ一つと、もう一個あって、あの用心棒っていう召喚獣があのギルを上げないと何にも仕事をしてくれないってすごい人間的なあの召喚獣がいて、そういうあの可愛い召喚獣なんだけど可愛い、もしくはその召喚獣なんだけど人間的みたいな、あのそういうところまで作ってるのがあのとてもユニークな作品だったのかなと思います。FF10 でのお気に入りのシーンなんですけども、まあ、一番のお気に入りのシーンは実はこうもう最後の最後のシーンなので詳細は言えないんですけども、まあ、なぜそこが好きかというとですね、なんだろうな、ゲームプレイしてて実はその、まあ、よくあのファンの方もこう、ゲームして感動したとか泣いたとかって言うと思うんですけども、あの僕自身あんまりこうゲームプレイして泣くってことはあんまないんですけど、まあ、実は FF10 は自分で作っときながら、まあ、一番最初にその出来上がったあのゲームをプレイしてたらやっぱりこう涙が出てきたシーンがあって、まあ本当に終盤の終盤のシーンで初めてだったので、まあ、そこが印象に残っていますね。まあ、T だと、まあ、その家族に関するシーンなんですけども、そこが非常にあの感動的で覚えてます。で、なんだろうな、あのこの先の質問にもあるかもしれないですけども、当時あの昔の FF10 をプレイした人は多分あの子供の頃プレイしたかもしれないですけども、まあ、時を経て今プレイすると今度、まあ、そのプレイヤーも成長して大人になっていると思うので、子供の頃プレイして感じたことと大人になって、もしくは自分がこう親となってプレイして、そのシーン、僕が感動したシーン、ラストに近いシーンをプレイした時にどう感じるかは非常にこうあの楽しみっていうか、あの立場が違った時にどう感じるかはそれぞれのプレイヤーの方に感じてほしいなと思っています。まあ、ユーナの異界送りのシーンっていうのはあのまあ一番最初にあのシーンを作る、まあ、プロセス、一番最初のプロセスは
キービジュアルを作った時だったんですよね、あの宣伝用の、まあ、T ではあの海の上に立ってて、で遠くを見てる絵を作って、でその次はユーナがそのイカ送りしてるシーンをちょっとキービジュアルにしようと言って絵を作る、まだその時はまだ確か勘違いでなければゲームのところそのシーンを作り込むよりも先にそっち側の選定用のキービジュアルを作ったのを先にやったんで、でそこをどうしようって話をして、最初自分がそこのラフを描いたんですよね。でラフを描いた時に水の上でユーナがちょっと戦ってるかのように舞ってる絵を起こしたんですよ。でこれは彼女にとって戦いだということをちょっとこう自分の中ではテーマに思って今書いてはいたんですけど、まあ、実際それを宣伝のビジュアルにするときに やっぱりもうちょっとここは綺麗に女性が綺麗に見えるようにしようっていうふうな話が、まあ、当時はやっぱりその T だとこう対になるところだったんで、それぞれの戦いではあるけれどやっぱりこっちは優雅になった方が、まあ、そういった宣伝用の意味としては当時は良かったっていう判断があって、それはボツになったんですよ。まあ、その後はやっぱり野島さん、シナリオの野島さんがやってきて、自分は戦ってる感じの方のイメージ個人的にはすごく好きだったっていうのを言ってくれたのはすごく嬉しかったんですけど、実際にじゃあそのちょっとやや静かな感じのイメージになった時の優雅さが出た時のイメージ、これからじゃあそのシーンをどういうふうに作ろうかっていった時にやっぱりそのモーションキャプチャーをするわけですよね。モーションキャプチャーをしてどういうふうに舞うのかっていうところを、ムービースタッフがそこ、ムービーのチームがそこを、シマテックスチームがそこを作り出してきて、あ、やっぱこれは静かなシーンでいいんだ、やっぱりその戦いのあれを前面にこう強く出してしまうとこの子の戦いっていうところも当然あるんだけれど、死者を異界に送る、単純にその異界っていうもの自体とかその死をどういうふうにこのゲームの中で扱うのかっていう意味ではすごく大事なシーンなんだっていうのを自分でもようやく後から理解できたので、そうすると周りの水を海の水をどういうふうにして変化させようかとか、魂の光がどういったふうな形で画面に流れていくといいのかっていうのをそこから設計しだしてあのシーンをちょっと作っていく形にしました。まあ、なんていうか、そのユーナの異界送りというか、まあ、ユーナ の、まあ、今回その召喚師がファイナルファンタジー10の中でどういうふうにこうまあ、生活というか生きていく生きていく召喚師という役割がこの世界でどういったものなのかっていうところをこう、まあ、初めてこう深掘りしたファイナルファンタジーだと、まあ、思うんですね。ですからそのただの魔法使いとか強い魔法モンスターを呼んで戦うみたいなことではなくて、召喚をするっていう行為はそのなんていうかな、ある別の世界とつながっている存在だから、彼女を媒介にしてこう人々は浄化されるみたいな設定を考えた時に、その召喚師というのはただ戦うだけの存在ではなく、各地で人々をこう癒していくというか、その亡くなった人々の心を癒していくみたいな役割も帯びることが初めてそういう設定を作り出しました。まあ、このその人々の命がどういうところに帰っていくのかみたいなところも多分その西洋の考え方と日本の考え方が違うところの一つなので、まあ、独特の世界観の一つなのかなと思ってます。そういう意味では最後なんだろうな、ティーダとユーナっていう、 こうキャラクター、男女のキャラクターがいるんですけども、ストーリーの最後ではこうなんていうのかな、悲しい別れの仕方で終わるんですけども、やっぱり我々作ってる方もそうだし、ファンの方もその悲しい別れに対してなんとか彼らにこう再会するストーリーを望みたいっていう声が非常に多かったので、そこに関してやっぱ答えてやりたいなって気持ちが、やっぱり天に関してはその悲劇的なストーリーだったので、我々もここに残っていたっていうのがありますね。でちなみに天2ってタイトルは当時はまあだから続編のタイトルをどうするか非常にこう悩んで議論を重ねたんですけども、最終的には
あの10の2っていうね、数字が2つ並ぶっていう非常にこう珍しいタイトルにしたんですけど、実はあのタイトルは最初会社に提案した時、会社から否決されてNG を出されて別のタイトルになりそうになったんですけども、よりシンプルに続編を伝えたかったので、もう一回その会社に、このタイトルでいきたいって訴えて採用されたっていう思い出がありますね。まあ、それはやっぱりファイナルファンタジー10で作り上げたスピラっていう世界や、そのユーナっていうキャラクターがとても魅力的だった、ユーザーから の当然 もっとユーナと旅をしたい、もしくはそのユーナをどうなその後どうなったのか見たいっていう要望が強かったことと、まあ、僕ら開発者もそのユーナたちともう少しこう彼らの未来が見てみたいっていうふうに思ったっていうことが、その続編を作るきっかけになっている。ユーナが救った世界は、まあ、その後、まあ、当然平和になっていく世界なので、その平和の中でどういうストーリーが作れるかっていった時に、まあ、やっぱり暗い話よりもその明るいユーナのその後の物語が見たいかなっていうところがまず一個と、当然その今まではナンバリングで毎回新しく変えていた部分を、まあ、今回続編っていうこともあったので、もういっそのこと、まあ、他のファイナルファンタジーでは絶対できないことにトライしたいっていうのがまあありまして、まあ、そこがその女の子 のパーティーだけで点数の方を作るっていうふうに、コンセプトを決めたきっかけになっています。点数ですと、まあ、やっぱりそのユーナがどのくらい変わった姿で出てくるかっていうところに、そのファーストインパクトという意味で、そのやっぱりオープニングのシーンはユーナが歌い踊るみたいな、今までのユーナからは考えられない登場の仕方をしてるんですけども、まあ、今でもやっぱりそのダンスや歌をそのゲームの主人公が RPG の主人公がああいうことをする歌ったりとか楽しいことで出てくるのはあんまりないので、まあ、そういう意味ですごく印象的なシーンになってるかなと思います。ファイナルファンタジー10に出てくる、まあ、シンダ君なんですけども、その名前の通りそのセブンのシンダーカンパニーとつながりがあるんじゃないかっていうそのファンのね、噂があるんですけど、一応シナリオライターの野島さんも何だろうな、オフィシャル な名言はしてないんですけど、一応裏の設定としては点2にできたシンダ君が、まあ、成長してっていうか、その何だろうな、子孫がですね、何代か重ねた子孫が死んだカンパニーを起こしたではないかっていう、まあ、裏設定は一応考えているみたいです。まあ、ファイナルファンタジー10に関しての思い出というと、やっぱりファイナルファンタジー10はこうすごくなんていうかな、まあ、ファイナルファンタジーのナンバリング作品を作るっていうのはすごくこうプレッシャーになったりとか、そういったことがあるんだけれども、それとはやっぱりよりこうもっと僕ら自身が楽しんでゲーム開発できるような作り方をしていて、まあ、そういったこうなんていうのかな、僕ら自身のこう気分のリラックスもそのなんか楽しいゲームのムードにつながっているのかなとは思ってます。これからファイナルファンタジー10をプレイする方へのアドバイスなんですけども、まあ、先ほどの質問で私自身がこう当時ブリッツボールを直接制作していて、まあ、印象に残っているんですけども、ブリッツボールにはまりすぎると実は難しいゲームなので、はまりすぎるとゲームが進まなくなるので、適当なところで切り上げて前に進んでください。それがアドバイスです